はい、ダラニでございます。今日は、草地大会ですね。場所は月光の海洋公園で、トリプル S 初期ダメージが 15,246 で、餌はミミズですね。はい、なのでミミズつけて行ってまいります。コマセはなんかS と WS がどんどん増えていくんよな。 WS にしよう。ほい、そう、出張から帰ってきましたよ。14553違うね。 WS か。新幹線でね、撮影しようかなと思ったんですけど、なんかちょっと疲れたのかちょっとなんか新幹線でちょっと卵狩りしてたらなんか気分悪くなってきたんで、もうスマホは横に置いて、あの結局寝れませんでしたけど、なんか目を閉じてうつらうつらとしてましたね。はい、よいしょ。新幹線ね、卵狩り実はめっちゃはかどるんですよ。東京大阪間2時間半あるんですけどね、その間ずーっと卵ひたすらもうね、水槽の中をね、卵で満タンにする勢いでね、卵狩りをしまくってるんですよね、出張の時は。いい暇つぶしになりますね、このゲームってね。そっか、この草味もトリプレス釣れにくいんやったっけな。どうでしょう。ど真ん中はあんまり投げたくない。でもど真ん中ばっかやな。まあこれにしよっか。はい、もうコマスはどんどん使っていきましょうか。違うね。A とかなんじゃいな。この端っこ行くか。ちょっと投げ足りない？あ、ちょうどいいか。553。あ、違うか。よし。ダブルSを3つにしよう。で、これで何投か投げてなかったら次は S にします。こんな感じでね、どんどんコマスはローテーションしていく感じでいきますよ。これか。来ないな。投げすぎか。ちょっと投げすぎか。やっぱパーフェクトでね、落とさないとなかなか大きいのにはならないんでしょうね、これはね。こっちにしよう、意外と。ちょっと投げた。よかった。2万は大きすぎるな、磯ゴチ。でもね、この草味もね、なんだかんだで多い魚ですよね、ほんと。なんか本当にちょっと運営に本気でメールしてみようかな、この大会の魚種が被りまくるのは、なんか、なんかやめてほしいですみたいな要望みたいなね。あら、来ないな。よし、じゃあ次は S コマセに変更だ。お、ギリギリ波紋残ってるところに、お、ちゃんと行ったけど、ダメね、ダメね。ほい。あ、いいね。やっぱ家で動画撮るのが落ち着きますね、ほんと。やっぱ自宅が一番ですよ、ほんとに。やっぱ家がね、よく寝れるしね。
なんかよそだと僕結構ね寝つき悪かったりとかね、あと何なんでしょうね、結構乗り物で眠れないとかね、結構意外とね小心者なんでね、意外とっていうかもうまんま小心者なんですけど、やっぱ家に帰って家のベッドに転がるとなんかすごく安心しますね僕は。おっ、よっしゃよっしゃさあどうですか。でもね今日はねチラッと見た1位の人むちゃくちゃでかいの釣ってるからな、追いつけるわけない、うん追いつけるわけない。とりあえず2メーターを越さないと、もうなんなら3メーター近いやつを釣らないと無理な大会ですからね。まあダメ元なんですけど、でも動画がねなんかここまで毎日まあバツナギ含めですけど続けてたらねなんか途切れるのがちょっと悔しくなってきてね。おやったまた来た、さてさてどうですか。お、ちょっと大きくなった。よし、Sをもう一個足そう。あー消える、消える前に間に合った。ほい、あーダメね。これミミズ以外で何で釣れるんかな。あ、来た。お、よく気絶してくれる。ミミズ以外にちょっと変えてみたい気もするな。ねえ、なんかミミズのまま投げててもなんかラチが開かないのではないかと思い始めた。あと、1個前の動画、昨日の動画ってことですかね、レイドっていうのが始まりましたね。あれなかなかあのもらえる報酬おいしいですから、皆さんぜひぜひやった方がいいと思いますよ。結構面白いですよ。面白いっていうか、ひたすら回転でジャカ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 、あの伝説の魚種に似た感じかな、イメージとしては。でそうなんですよ。みんなで配点しまくって、んでそのポイントが溜まっていくんですけど、8つかな、8チームギルド合同っていうかで競い合うみたいな感じで、その中で何位になったかでそのもらえる商品が決まるんですけど、なんかね結構ね、あのスターだったり真珠だったり合成のあれだったりコマセだったり、なんかねあのいいもの詰まった箱がもらえるんでね、あのぜひやってみてください。あの商品としては結構おいしいと思います。よし、この辺りでもうミミズはやめよう。どうする、どうする、クランク3頭ずつするか。残り2分なんでね、はい、クランク1投目ダメ、クランク2投目ダメ、クランク3投目、おい、あちょっとダメか、3投目もダメ。じゃあ次はスピナーにしよう。あー、もう時間もったいないけど、この怖いよこれ、この録画ボタンに触れると録画止まるんでね、それが怖いんですよ。スピナー1投目、うん、うん、どうした、あ違う、あでもスピナー来るんやな。よし、じゃあスピナーで決定だ。このままじゃあまあ残りもう1分ですけど終わるまで行ってみたいと思います。あ、何を釣ろうとしてんの、
さっさと切ろう。はい、残り50秒。お、246、そうやね。お、来た来た来た。よし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 。はい、どうですか。残りもう30秒。あ、いやー、あー、よかった。これででかかったらミラクルですけどね。どうかな。うん、残りもう15秒なんでチャンスはな。あ、でもだ、全然ダメか。うん、はい、残りもう10秒なんで終わります。はい、大会出場されてた方お疲れ様でした。うん、ではまた1分間のフリートークタイムですね。よいしょ。そっか、ギルドメンバーをねまた募集してるんで、ぜひぜひあのお願いします。あのあれですよ、この動画の下の方にある概要欄っていうところに、あのギルドメンバー募集の僕のブログのページのリンクを貼ってあるんで、そちらからぜひご覧ください。他にも僕が配信やってる動画とか、なんか、はい、他のなんかリンクもあるんで、まあ、お時間ある方はね、他の動画を見に、ぜひ見に行ったりとかもしてくれると嬉しいですね。はい。あと最近言ってませんでしたけど、あの、チャンネル登録といいねボタンをね、あの、してくれるとすごく嬉しいんで、そちらの方も、あの、もう動画見たらいいねをもう押すぐらいの感じでやってくれるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ、間もなく1時なんで、はい、今1時ちょうどなりましたんで、見ていきたいと思います。はい、はい、はい。さて、どうかな。うん。はい、1位の方が所ジョージさん。これ本人だったらすごいですけどね。はい、276.7cm でめちゃくちゃでかいですね。はい、おめでとうございます。で、2位の方が麦わらボーイさんで、あの、うちのギルドメンバーの方ですね。223.8cm おめでとうございます。で、3位の方がサローテップさんということにしときましょう。219cm。はい、おめでとうございます。4位の方がマイル、D さんかな、 217.6cm おめでとうございます。5位の方がポールマンさんで、216.5cm おめでとうございます。6位の方が FL235TI さん、 214.5cm おめでとうございます。で、7位の方がディムジーさんで、 214.5cm おめでとうございます。で、8位の方ジムカーナさん、この方もよく出てますね。 214.4cm おめでとうございます。で、9位の方が B パスさんで、 212.3cm おめでとうございます。で、10位の方が D さん、こちらも常連の方ですね。 211.5cm おめでとうございます。僕は 189.7cm で44位ですね。はい、もういつも通りって感じです。僕はね、どうやら20回に1回ぐらいしか入賞できないような感じなんでね、もうこれにはもう慣れました。はい、では、また明日からね、動画続けていきたいと思いますので、ぜひぜひご覧ください。また明日お会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。